ベーシス英語ルート動画ですけど、はい、分野は精度化、同時進行でやらせることによって相乗効果を得られたりもするので、リスニングをする練習にも使えます。さて始まりました、もちろんです。さあ、ここからは、はい、皆さんこんにちは。早稲田語学塾&森鉄英語塾ベーシスの代表をしております平です。よろしくお願いします。はい、今回も前回に引き続きベーシス英語ルート動画になります。はい、はい、今回をね、あの皆さんに紹介する一冊は何かっていうと、一冊って言いながら二冊なんですけど、はい、分野は精読、あードン、こちらになります。いわゆる公文読解、ね、そうですね、はい、英文解釈公文とかありますね。はい、で、まあ、今ですね、まあ、ベーシスの方ではこちらを押しております。そうそう、でどういうレベル感の子に押しているかっていうと、ベーシスの方に入ってきてくれた生徒さんたちで、こう精読のレベルがどれぐらいなのかっていうのに合わせて、まあ、こちらから入るかこちらから入るかっていうところで、うん、まあ、進めているっていうところですね。そうなんですね、うん、はいはい、でまずは、まあ、こっちからちょっと話をしていこうかなと思います、うん、でこれはですね、まあ、肘先生、サプリのね有名な先生ですけども、はい、が書いてらっしゃる、まあ、読解のための英文法が面白いほど分かる本の、まあ、これちょっとね吸盤になってくるんですけど、今のバージョンここに必修編みたいなのがついてると思います。あ、はいはいはい、うん、でこの本は必修編と難関大編があるんで、間違って難関大編を買わないように、うん、あの必修編の方を買ってくださいっていうこと、これがまず第一点にありますね。これねちょっと古いバージョンなんですけど、新しいバージョンになってから、まあ、ちょっとこう音声なんかもついたりして、うん、結構ね精読だけじゃなくってリスニングのトレーニングにも応用が効くいい一冊になりますね。まずこちらの話をしたいと思います、はい、まずねこの本を話す前に一冊皆さんに言っとかないといけないのが、西先生がね、まあ、昔から出されていた、はい、基本はここだっていう本があったじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、我々の時代とか、あるいは1個前の時代の、ね、生徒さんとかだと、結構基本はここだをやるのが精読をこうやっていく上での最初の入りだったりしてたんですけれども、ただどうしてもこう基本はここだをやるにあたって、基本をね、あの一生懸命説明してくれるいい本だったんですけども、ちょっとこう、まあ、西先生のその解説のこう、まあ、癖じゃないんですけども、難しく言う節が多いところあるんですよね、多いね、はい、西先生って。だから、いやでも大事なことなんですよ、あの大事なことなんだけど、どうしてもすごくこう言い方が難しく聞こえるところが多々あるんですよ、やっぱり、うん、で、肘先生のこちらをチョイスする理由っていうのは、要は英語が苦手な人に対して、その苦手な人たちにふさわしい言葉遣いとかでこう解説をしているっていうのが、うん、それが僕がこの本を推している理由なので、まあ、ちょっとこう、うちでは今スタメンはこちらになっているっていうところです。なるほど、なるほど。で、この読解のための英文法が面白いことわかる本っていうのは、まずこの必修編の方がですね、全部でテーマが33テーマあります。はい、で結構これも非常にサクサクとやっていきやすい本なので、うん、本当にこう毎日 1,2 テーマずつぐらいやっちゃっても全然進めるんじゃないかなぐらいの、うん、で難易度もちょうどいいです、英語が苦手な人にとって。おいおい、うん、まあ、構文が難しすぎない、うん、こうシンプルな構文の中で、でもその中で使われている英文法をちゃんと理解しながら訳し方を習得していけるいい一冊になりますね。そうですね、武田塾でもね、ですよね、入ってますからね。でこの本は例題とそれから確認問題、そして発展問題っていうのが各テーマ最後に1個あるんですけれども、英語が本当に苦手な方とかはこの例題と確認問題を最初1週目はやっていくと、で発展問題は2週目からにするっていうのもありです。というのもこの発展問題っていうのは結構ゴリゴリの国立大の入試問題クラスのものになってたりするので、そうだ、うん、確かにこの確認問題や例題レベルができれば、まあまあできなくもないんですよ、レベル感としてはね。ただ一応やっぱり、まあ国立大の入試問題の中でもある程度、まあレベル感を抑えたものがチョイスはされてるんですけど、ちょっと苦手な人にやっぱ1週目からやらせるのは少しちょっとこう僕は負荷が大きいような気もしなくもないので、だからまあいけそうだったらやっちゃってもいいんですけど、まあ発展問題2週目からっていうのでも全然構いません。でただこの例題と確認問題に関してはこう1週目からもうガシガシ自力でね訳す練習や、またどういう理屈でねこの構文をこういう風に取っていくのかなっていうのをね、しっかりとおさらいしていただけたらと思います。これは何、渡辺先生の英文法の次がこうなんですか。まあ結構うちではね、このレベル感であれば渡辺先生の英文法と同時進行でやっちゃったりもします。なんでかっていうと、文法の勉強をしながら見えてくる英語もあれば、精読の勉強をして見えてくる英語もあったりするんで、うん、でどっかでこの2つってやっぱり1つになってくるんで、うんうんうん、なのでまあレベルが違えば当然ずらすんですけど、レベル感
としては同時進行でやらせることによって相乗効果を得られたりもするんで、うん、そういうやり方をね、こうベーシスではね、基本的にはお勧めしたりはしてますね。で、これのこう使い方の応用編になってくるんですけど、これね、まあ見ていただけたら分かるんですけど、例題とかね、こんな感じなんですけど、うん、結構本当にこう文一文一文がそんなに難しくないというか単純なんですよね。うん、そうですね、うん、長くない。そうなんですよ。だから一文読解を本当に基本の基からやるのにはすごくいい一冊なんですよ。であるがゆえに、この例題や確認問題までですけど、ここまでを使ってこれ閉じてみてリスニングを、ね、する練習にも使えます。へー。結構そのリスニングの練習をリスニングの本でやろうとするにあたってね、うん、まあ、どうしてもこう長いものをリスニングしようとか、あるいは長文読解の音声をリスニングして練習しようとなると、はい、どうしてもきついんですよ、うん、なんだけど、まあ、この一文でね、こう精読、要はどういう風にしてこれ訳を取っていくのかなみたいな文構造の取り方を勉強した上で、でじゃあ音も聞いてみようってなってくると、やっぱり英語の音の感覚も身についてくるし、そして、まあ、耳も育ってくるんで、大抵ね、リスニングが苦手ですって言ってるやつらのリスニングたるゆえんって、そういうやつに限って耳全然使ってないんですよね。なるほど。なので、こういう一文単位でこう音を聞いていけるって。単語帳で聞くとちょっとくどいんですよ、うん、音って。だけど、例文単位で聞くと、やっぱりこう聞き取るいい練習になってくるんで、なので、僕は他のね、動画でも言ったことありますけど、語学っていうのは、基本的には、聞くとか話すとか書くとかって、割とこう複合的にね、こう育成がなされていく脳のね、言語やと呼ばれる分野であったりするんで、だからリスニングが、本番で必要あるないに関わらずね、実はリスニングの練習をしていくことで、まあ、言語感覚っていうものが磨かれていって、実はこう読むスピードも速くなったりとか、あるいは精読で勉強していることも板につきやすくなってきたりとか、あるいは単語のこう暗記の度合いも上がっていったりもしたりするんで、結構そのね、語学ってやっぱりどうしてもこう人が話すものですから、ある程度体でぶつかりにいかないといけない部分っていうのも多々あるってことですね。なるほど、はい。で、こちらなんですけれども、はい、世界一わかりやすい英文読解の特別講座、こちらはこっちよりもグッとレベルがちょっと上がります。はい、うん、で、この本は関先生自身も、まあ、ご自身がサプリでやられてる講座のハイレベルリーディングっていうのがあるんですけど、はい、全8回の、うん、まあ、あれと同等か、あれの次ぐらいにやってほしいなみたいな一冊としておっしゃってるんですよね。はいはいはい。で、確かに中身見てもこっちよりも幾分かレベルが上目です、うん、で、まあ、構文レベルもちょっと上がってきますね。なので、ここまで苦手じゃないんだけど、まあ、学校の勉強にはそんなにこう苦労せずついていけるんだけど、でも模試とかになると点数が取れないし読めなくなったりしますとか、そういう方に対してこうグッとね、こう読める力を上げていくのにいい一冊になっていきますので、もうそういう方はこちらからいきなり入った方がいいです。それがやっぱ一文一文ではない。あ、これも一文一文です。一文読解になってますね、精読のね、勉強でね。ただやっぱりこういう感じで、どうしても長くなって、そう、長くなってます、ちょっと。だから、まあ、高校になってからこう一文単位が長くなってきて読みづらくなったな、難しくなったなって人はこちらからやっちゃってもいいですし、まあ、ちょっとこちらだと少し物足りないかなと思いますね。あ、なんかステップ2とかだともう問題になってる、ね、そうです、そうです。いわゆる一文だけじゃなくてっていうのもありますね、うん、学校の勉強にも遅れていってるような子はこっちから、うん、で、学校の勉強ぐらいだったらまあまあ普通についてはいけてるっていう子であれば、まあこっちから始めちゃっていいかなと思います ね、 ね、まあ、ちょうど今日も学校で言ってきたけど、やっぱこういうのやんないんで、うん、英文解釈とかやらないから、そういうのはやっといた方がいいんだよっていうのが今日朝話してきました、ね、あ、大事ですね。最後の早起きで明日がね、明日がね、はい、明日が最後なんで、うん、そうそう。で、この本なんですけど、まあ先ほど申し上げたようにちょっとレベルが高めなんですよ。ただこの本をやってみての、これの難関大編があるんですけど、あ、この本とこれの難関大編の間は結構乖離が大きいです。あ、そうですね、うん、正直ね、これの難関大編はもう完全に早慶レベルにも達してるんで、うん、だからこれの難関大編やると、まあ早稲田の社学みたいなところはちょっと別格とはしてね、まあ早稲田の社学以外やその他難関国立大全般をこうもうカバーできるレベルにあります、この難関大編は。だからこそちょっとこの間が大きいかなと、うん、で、この間とかにまあこれを入れていただけると、こうスムーズにこれの難関大編にいけるかなっていうふうに思いますね。じゃあその間にっていうことで、うん、はい、入れていただけたらと思います。本当にこちらはね、こう文章の内容もちょっとやっぱりレベルが高めになっているんで、うん、まあ一文読解としてこう基礎力育成の中では、まあ、こいつがマックス値になってくるかなと思います、うんうんうん、まあ、これの次の世界はもう完全に応用というかね、まあ、難関レベルになってくるんで、難関に行く前の最後のこう一挟みとしていいと思います。全部で51テーマからなるんですけれども、これも非常に解説が講義口調で、しかも訳し方のテクニックなんかもとてもね、こう鮮やかなので、本当に超実践型のね、訳出術が身につくというかね、というふうにこう僕は思ってますんで、おすすめです。はい、はい、ありがとうございます。皆さんお手に取って見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、木地先生、関先生、まあ、今をときめくね、
こう英語講師の2人のね出しているこの本、うん、ぜひね、まあ、ベーシスでもルートにね組んでありますんでやられてみてください。そしてねぜひねこういう形でこう指導している塾で勉強していきたいっていうことであればベーシスの方にぜひねあのホームページ概要欄にありますので門を叩いてみられてください。これは、まあ、これ受験サプリって書いてるけどまだこの本は絶版になってない。なってない全然なってないです。なってないですね。はい、OK です。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for my watching.